皆さんこんにちは花子です今日は皆さんにリクエストいただいたスクエア株について調べたいと思いますスクエア株も IPO 株なんでしょうか今のところ何も知りません簡単に会社紹介を見ると2009年に創業で CEO はジャック・ドーシーさんあ、ツイッターの創業者ですねジャック・ドーシーはアメリカ合衆国の企業家・実業家・ソフトウェアデザイナーエヴァン・ウィリムズらと共にツイッターを創業した 現在は同社の共同創設者兼 CEO を務めているこの人どういう人なんだろう変わったイメージがありますけどね最近も大統領選に関して Twitter の検閲法信用に反省の色なしという記事がありましたがミズーリ州出身14歳の時にタクシー会社のソフトウェアをオープンソースで書いた今も使われていると天才かニューヨーク大学に行って中退 インンスタントメッセンジャーを見て同時に他人数と簡単に共有できないかと考えてツイッターのプロトタイプを2週間で作り上げたすごいね2006年にツイッターの元会社を作って2009年にこのスクエアを創業した日本の禅寺庭園の愛好家で瞑想を毎日の習慣にしているへー新型コロナウイルス感染症対策として1100億円を寄付 すごいね彼は金持ちランキングの何位なんでしょうか「フォーブス」の金持ちランキングによると804番意外と下の方だけど1100億円も募金してますしねジャックでサーチしたらアリババのジャック・マーも出てきたけど彼は17位で4兆円ぐらい私のイメージとしてはバイデンの息子の汚職事件などを書くとブロックするツイッターにあまりいいイメージがないですがちょっと喋ってるところを見てみよう We we only serve small businesses because that means as soon as they grow which is part of our mission to help them do then they would grow out of us and we'd have to point them somewhere else we want to make sure that they see us all the way along the path and as they go from 10 locations to 20 locations or from a coffee cart to the size of a starbucks we can handle both extremes. As Square, the mobile payments company goes public at the big board, CEO Jack Dorsey is due to ring the NYSE opening bell. 3.7 million shares of Square open at $11.20. That's a very good price. I mean, it's all about getting the business and accelerating the business and and that's what we came here to do today and we did it. But after the billion dollar company went public, its share price started faltering dipping below its IPO price three times in less than a year. Analysts began questioning whether Dorsey could run two major companies. It スクエア私はロスに住んでいた時に小さいお店が使っていたやつかななんか聞いたことがあるような気がしますどこの店が使っているのかウェブサイトで確認できるとこがあったので、えー、前に住んでいたところで調べるとあ、まあまあありますねでもここに出てくるのはアップルストアとかステープルズとか大手の店ばっかりです小さい店のイメージでしたがこのウェブサイトが大手しか出さないのかどうかは分かりません 日本語のウェブサイトもあるけれど日本のお店も最近使ってるのかなこういうのをロスの店でよく使ってましたが日本も使ってましたっけ特にこのコロナ禍で外に行かなくなって分からなくなってきました日日本本語ででであるるんだから、も使えるってことですよね。私は自分のウェブサイトをワードプレスを使って作ってその中にペーパルの決済を使って月額のサブスクリプションでオンラインクラスをしているんですが特に困ったことはないので他を探していないんですがオンサイトのお店の場合はこれは便利そうですね。 追加で支払いもできるようだしネットショップも無料で作れるんだ今企業ブームですしねというか時代が企業から個人に変化していると言った方がいいのか決済した時のチャージはクレジットカードが3.25%ブラウザ決済3.75%安い高い 私は日本語クラスも教えているので、ペイパルを使って6カ国ぐらいの為替で受け取っているのですが、為替によってレートが違うようです。paypal の決済は日本円だと高いです。アメリカのビジネスになるからなのか？ 米ドルだと3.5%の手数料ですが日本円だと5.4%も取られているでも私のビジネスはペイパルで二重為替ぐらいの支払いを選べるように設定しているんですがこの会社はそういうのできるんですかねあとペイパルみたいに毎月払いの自動設定のリカリングペイメントはできるんでしょうかそれでは株価がどうなっているのか見てみましょう2015年に上場で5年前の12.85ドルから現在は 1556%上昇の212ドル。じゃあまず直近の四半期決算9月を見てみましょう。四半期決算の点球には簡単にしか書いてないんですが、ビジネスも見ておきましょう。ビジネスは スクエアは会社にカード支払いの受付ができるようにしており翌日には決済が終了しまた分析レポートのサービスもしていますまたスクエアのポ o スソフトウェアとその他のサービスは売り手が在庫場所従業員ファイナンス顧客管理などを管理ウェブサイトやオンラインストアの作成売上を伸ばす手伝いをしていますキャッシュアプリはお金を送ったり使ったり貯めたりするのに便利ですスクエアは2009年に創業サンフランシスコに本社がありその他アメリカ国内カナダ日本オーストラリアアアアイルランド イギリスに視点がありますそれでは損益計算書を見てみましょう単位が1,0001,000 100なのでそんなに規模的には大きくないです。ん 9ヶ月決算、1月から9月は、2020年も2019年も最終赤字なんですね。しかも今期は最終赤字が拡大している。3ヶ月決算、6月から9月は、2020年も2019年も黒字ですが、6月から9月は儲けやすい時期なのか。なんだこの急に大きくなったビットコイン収入と支出は、まあそれでもビットコイン収入支出で赤字にはなっていないけれど、そして全体的にその他の費用が高くなって、最終的に赤字拡大。このビットコイン関係で費用がかかったのか。 そして結局営業損失は2020年9ヶ月決算だけビットコインの何をやってんだビットコインで典型内をサーチしてみると2020年10月に仮想通貨の将来のためにビットコインに50億円ぐらい投資しました長期で保有するつもりです決算書は10月は入っていないけれど会社自体がビットコインに投資したってことですよねこの後上がりましたよねなんかインサイダー取引っぽい10月からだと70%上がってますけどね とといいうことは50億円は50 85億億円円になっていますジャック・ドーシーの純資産を考えたら50億円は大したことないですがあの人なら何なか情報とか来そうで怖いとりあえずここは置いといて他にビットコインについて書いてあるのはキャッシュアップを使って顧客が資金を銀行口座デビットカードなどを使って送金したり受け取ったりすることができます。 そして顧客はキャッシュアップにたまった残高をビザプリペイドカードにリンクして使えるキャッシュカードで何かを買ったり ATM で資金を引き落としをすることができますキャッシュカードを使うと割引を適用することもできますまた顧客はその資金を使ってキャッシュアップの中でビットコインを買ったり売ったりできます2020年6月から2つのセグメントができましたその2つはセラーとキャッシュアップですセラーは 支払いサービスソフトウェアソリューションハードウェアとファイナンシャルサービスなどの管理ですさっきの写真にあった店での支払いみたいなサービスですねキャッシュアップは P2P 個人送金支払いキャッシュカード取引ビットコイン株投資などをすることができるファイナンシャルツールが含まれますこれはまた投資関係という感じ P2P 個人送金はアメリカでは私の娘とか友達とか若者たちはペイパルの子会社の弁をよく使ってましたレストランとかで割り勘 簡単にでできるんですよね日本では弁護みたいなそういう個人間でスマホでお金を払い合うサービスを使ってる子たちいるんでしょうかなるほどこれからビットコイン関連に力を入れようとしてるんですかねその2つのセグメント別で見ると上の赤枠が2020年9ヶ月決算ですがビットコインでキャッシュアップの売り上げがかなり増えてますけど粗利益で見るとセセラーセグメントの方が大きいですそれで何でその下のプロダクトデベロップメント商品開発とかマーケティングとかが高かったのかというと。のの中の説明 説明には、えー、そのような説明がないんですが製品を多様化させるためにエンジニアデータサイエンスデザインチームにお金がかかったとあります普通に考えてビットコインが急に上がってるからそれ関係が多いんじゃないかと思いますが説明には書いてないですマーケティングにお金がかかった理由を読むと P2P サービスの利用が増えてその取引費用と取引損失でお金がかかったそうですキャッシュアップのサービスを無料で提供していてそれでマーケティングのツールになると思ってお金を使った あとはキャッシュカードの発行と宣伝にお金がかかったと。国別で言うと、カナダ、日本、オーストラリア、アイルランド、イギリスとあるようですが、やっぱりほぼアメリカの売り上げが多いです。この会社はショッピファイみたいな感じがしますが、決済システムはこっちの方がいいみたいですね。対借対象表も見てみましょう。えー、パッと見た感じ儲かってないですね。累積赤字が590億円ぐらいあり、新株発行で2600億円ぐらい調達していますが、 それで2000億円ぐらいの自己資本で自己資本比率が25%、グッドウェルが300億円ぐらいあるので結構買収もしているようです。キャッシュフローは結構有価証券に投資をしているので現金がない。ビジネスコンビネーションに30億円ぐらい。 どこをアクイジジョン買収でサーチしてみるとどこを買ったって書いてないんですよね天球は監査されていないものが多いのであまり細かいことが書いていないことが多いんですが典型にも書いてあるんですかね wikipedia で調べてみよう wikipedia によるとスクエアが売った部門のことについて書いてありましたがフードデリバリーアプリのキャビアを2019年の12月に ドアダッシュに売ったそうですそういえばドアダッシュって今日 IPO の日ですよね最近ドアダッシュ調べてっていう人が多かったんですが これななんか怪しいなドアダッシュはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くオンデマンドフードデリバリーサービススタンフォード大学の学生トニー・シュー、スタンリー・タン、アンディ・ファンおよびエヴァン・ムーアによりパロ・アルトで設立されたうーんやっぱり中国人がスタンフォード大学に行って、えー、IP をしたってやつですね日本人もこれやろうよ日本政府も後押ししてよなんかスクエアとこのドアダッシュの関係も怪しいしトニー・シューって誰フードデリバリードアダッシュの企業 価値が約億円にこれは2019年2月の記事ですが、投資家たちのフードデリバリー分野に対する投資意欲は衰えていない、2月21日、2019年、ドアダッシュはさらに4億ドル、約440億円の資金をシンガポールの政府系投資会社、テマセクやドラゴニア・インベストメント・グループが主導するシリーズ F ラウンドで調達したとアナウンスしたシンガポール、怪しい、ドアダッシュの累計資金調達額はこれで14億ドルに達した。 同社は昨年3月に2018年3月 にソフトバンク主導のラウンドで5億3500万ドル約560億円を調達しており2018年だけで9億7800万ドルを調達していた同社の共同創業者で CEO のトニー・シューによると今回の調達ラウンドでドアダッシュの企業価値は71億ドル約7860億円とされた競合のグラブハブはすでに IPO を果たしたがグラブハブの時価総額は72億ドルであり2社の企業価値の差はわずかなもの もう上場する前に、えー、もうかなり調達してるってことですね、シンガポールの政府系投資会社とソフトバンクからの資金調達、やっぱりジャック・ドーシーって中国と関係があるんじゃないの記事にはこう書かれていますが ドアダッシュは昨年サービス地域を拡大し、現在では米国の80%をカバーしている。競合のウーバーイーツやグラブハブのカバー率も70%以上という。またチーズケーキファクトリーやチポートレ、デニーズなどの大手チェーンとも提携している。これスクエアからフードデリバリーアプリのキャビアを買収したから、米国の80%をカバーしてんじゃん なんかそんなこと全然書いてないけどそういうこともありあまりニュースで取り上げていないように見えるし2019年の12月にフードデリバリーアプリをドアダッシュに売ったのはこの中国関係がアメリカでビジネスをしているように見せるためなんじゃないの怪しいこのドックジャー,シー 怪しいやっぱりこのジャック同士怪しいリクエストいただいてますが今日上場予定のこのドアダッシュも十分怪しいですよ今日上場ですよね非公開情報だとして事情に詳しい関係者1人が匿名で語ったところではドアダッシュは現時点で8日に IPO を実施し翌日にニューヨーク証券取引所 NISE に上場する計画だ同社の担当者は IPO の時期に関してコメントを控えた今日上場するの、えー、この記事食事宅配サービスのドアダッシュ最大28億ドル規模の IPO を目指すアプリを利用した食事宅配サービスで米最大手のドアダッシュは最大28億ドル約2900億円 規規模の新規株式公開を目指している11月30日の届出によれば同社は3,300万株を1株当たり75から85ドルで発行する計画 IPO 価格がレンジ条件となれば同社の企業価値は届出に記載された発行済みの株式や従業員のストックオプション制限株式を考慮したベースで約320億ドルと評価される可能性がある。6月時点で同社の価値は 約160億ドルと評価されていた今後1週間にわたるロードショー投資家向け説明会における需要次第で IPO 価格レンジが変わる可能性はなおあるこれだけ書いてあるのにスクエアのことについては全然触れてないですよね おかかかしいいいと思いませんかそれでもドアダッシュ調べるかいトランプさん再選してよやばいよこのアメリカジャック同士だったらもっと大きい会社を作れそうに感じるのですがこのスクエアは私からすると何かをするために使う会社のようにも見えますこのドアダッシュが上場するのを手伝ったりとかビットコインが急上昇する直前に50億円分買うというのも怪しいし私は正直言ってスクエア株は買いません ドアダッシュも買いません。マジでこの世の中怖いわ。スクエアの会社の内容もショッピファイみたいなので真似されやすいですし、あのツイッターのジャック・ドーシーが本気でやってる会社には思えない。ということでこの分析が皆さんが株を買う時の一つの材料になれば幸いです。あーまだ調べてないけどドアダッシュの上場嫌だわー。IPO 嫌い。また金持ちが金をどんどん持ってく。しかも中国の会社が持ってく。それでは、さよならー。 2021年1月から日本語で学ぶアメリカの会計プレミアムコース1年と初心者さん向けもっと簡単に決算書分析半年クラスが始まります。プレミアムコースは簿記から学ぶのですが初心者さん向けもっと簡単に決算書分析半年クラスは簿記は学ばずにすぐに使えて手っ取り早く決算書の分析をしたいという方向けです。 プレミアムコースの中で難しすぎるからもっと簡単に決算書の勉強がしたいというリクエストがあったのでこのクラスも始めることにしましたライブレッスンはプレミアムコースは日曜日の夕方4時から45分もっと簡単に決算書分析クラスは日曜日夕方5時から45分の予定ですが録画で見ても全く問題ないです質問のある方はライブに参加してください プレミアムコースの方が中身が濃いのでできたらもっと簡単分析クラスが終わったらプレミアムコースに入ってほしいですがそこで終わっても大丈夫です現在プレミアムコースの方で難しいと感じる方は来年の1月からもっと簡単分析クラスに移ることもできます募集は12月末ぐらいから始めます詳しいことはこちらのリンクから また、この本、高校生でもわかる米国株基本編英語訳付きが Amazon 日本、アメリカ、イギリス、スペイン、フランス、イタリア、ドイツで好評発売中2019年に書いたものなんですが当時の私がおすすめしている株と今の株価を比べてみてくださいアップルの株価は株分割前の数字になっていますこれについての英語は私が書いた英語をアメリカ人のネイティブ編集者が うまく編集してくれたので読みやすいと思います。英語の決算書を読む練習にもなると思います。買ってくれた方は Amazon に評価の方もよろしくお願いします。それでは、さようなら。